者さんのつぶやき。こんにちは、小池デンタルクリニックの小池です。前回ね、4月、今まで聞いたことのない人のためにということで、うちがどんな歯医者さんかっていう話について、まあ話したと思うんですが、僕が補鉄、歯が欠けたり失われたりした時に綺麗に直していくこと、これを専門的な技術を持ってる学会から専門医っていうふうに認められてるんですよっていうようなことを話したと思います。これはまあ僕の話なんですが、医院としてはどういう医院かっていう形になるんですけれど、医院はね、うちは全室個室という形になってます。まあ歯医者さんでなんで個室にしてるのっていうような形ね、まあおしゃれだからっていうとかっこいいかもしれないんですが、実はそうではなくね、やっぱり個室にしていると綺麗な環境で治療しやすいからっていう部分がまあ一番メインっていう形になります。わかりやすく言えばね、オペ室っていうのはしっかり閉ざされた空間で、周りからのこう空気による、汚れた空気とか粉の舞ってるような空気がね、隣から来ないっていうのはやっぱ大事ですよね。なので、一つの閉ざされた空間で清潔なところをこう作り出すっていうので言えば、やはり個室の方がね、そういった空間を生み出しやすいので、別におしゃれ目的で個室にしてますっていうわけではないんですが、結果としてまあそういう個室になってることによって、患者さんとね、一対一で他の患者さんに聞かれることなく、その患者さんの悩みを聞いてあげることもできるということにも利点はあります。またね、そういった個室っていうだけではなく、カウンセリングルームっていうのもこう抱えてます。これカウンセリングルームって何ですかって言われると、治療説明をするための部屋です。だから治療を説明するためだけの部屋なんですけれども、そこで何をするかというと、まあうちではね、いろいろ治療のために取らせてもらった、データをもとに、僕が患者さん一人ずつ、その人にとって必要であるだろう歯医者さんの知識、そして、必要な治療の内容、そういったことを話していきます。まあ皆さんね、保険治療、受けられている場合、銀歯の治療とかね、受けられている場合っていうのは多いと思うんですが、じゃあその銀歯の利点欠点なんだろうって言われると、知りませんと。まあ、当然安いっていうのと早いっていうのはね、よく知ってるんですが、安くて早いっていうのはやっぱりお食事とか何でもそうなんですが、それはすごく精度のいいものなんですかっていう感じになってきます。だから、安くて早いってことは何らかのデメリットがありますっていう部分ですよね。なのでこの保険治療でやってるこの銀歯、そういったもののメリットやデメリットっていう話であったりとか、それ以外にブリッジと言われるもの、入れ歯と言われるもの、インプラント、いろんな治療がありますが、通常生きてればね、そういった話に出会う可能性のある治療について、まあ、一通りね、簡単にこう授業みたいなね、レクチャーをします。でないと利点欠点がわからないと、やっぱり自分の口の中に治療を行われていくわけですから、本当の意味で本人が選択したのかってはやっぱり言いづらいんじゃないかなって僕の方では考えてますので、一通り歯医者の治療するのに必要な知識、そしてその上であなたのお口に必要な治療はこれですよというふうな形で説明するためにカウンセリングルームというのを設けてます。なので全室個室、当然カウンセリングルームも個室なので、込み入った話じゃないけどね、そういったこともこう人に聞かれずしっかり話すことができるようになっています。なので個室であること、いろいろとね、利点はありますが、まあ百聞は一見にしかずと言いますから、興味を持たれたらね、一度ね LINE してみていただけるといいんじゃないかとは思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418